自分の中でいろいろ考えてって、どうしてもやっぱゲームの音楽っていうのは音楽の数が多いんで、それどうやってまとめるかなっていうことと、ちょうど今割とリズムをオーケストラでしっかり出すやり方をしてるから、それで全体をやってみようという、そういうつもりでやりましたね。今回が2回目なので、日野さんのこともすごく尊敬してるんで、まあまあ、これはやろうと。ジブリ作品のファンじゃないですか、みんな、僕も含め。だからやっぱ久石さんにお会いしたら、もうすごいこうオーラで、本当緊張しまくったんですけども、久石さん熱い人なので、正面からちゃんと付き合おうという形でやらせていただきましたね。日野さん本当にいろいろ考えられて作ったゲームなんで、まあ精一杯作ったし、比較的全体の様子が見えてたんで、作りやすかったですよね。ちょっとメゾフォルテなんですけど、ちょっと大きめにフォルテに吹いてもらっていいですか。それで、22小節目でメゾフォルテ下げて、前に比べてちょっと音楽的なレベルを上げたというか、難しいっていうわけじゃないんだけど、こう知的レベルを上げたアプローチですから、ちょっとかなりオーケストラは難しいんですよ、演奏は。だけど本当、東京都さんも一生懸命やってくれて、とてもいい録音できましたね。ゲームの常識を超えたところでいろいろ音楽を作ってこられるので、戦闘シーンの音楽も普通の RPG の戦闘とはまた一線を画すものだし、ゲームを超えた音楽性だと思いますね。ゲームの音楽はどうしてもこう繰り返すして聞くわけですよね。ですから繰り返して聞く方法と通常に作る方法ってちょっと違うんですよ。でその中で音楽とそのゲームにハマってもらえると嬉しいかなっていうか、浸ってもらうと嬉しいかなと思います。For the players.